はい、予習問題その2です。日本語の意味に合うように括弧内に英単語を書き入れなさい。どんどんいきましょう。1番、私はサンドイッチが好きです。 I ほにゃららサンドイッチ。私はサンドイッチが好きですを入れたらいいんだね。好きですっていう単語はそう、like が正解。2番、私はナオミです。 I ほにゃららナオミ。私イコールナオミなので、イコールの時は何使うの？そうだね、 B 動詞使うんだったね。 I の B 動詞は I am が正解。3番、私はテニスをします。 I ほにゃららテニス。もテニス見た瞬間に play だな。 play、 I play テニスが正解ですね。この辺は覚えててくださいね。私には妹が一人います。 I ほにゃらら a sister。 いますって考えるとおって思っちゃうけど、これを一人持っていますに置き換えてください。頭の中でね。私は妹を一人持っています。日本語だとちょっと変だけど、英語だとこれの方がしっくりくるんだね。持っています。英語にすると、そう。I have a sister が正解ですね。5番、彼女もテニスをします。She ほにゃらら a tennis player too。をテニス見た瞬間、さっきプレイだったけど、プレイにしちゃうと、ちょっとプレイって書いてみようか。5番、彼女もテニスをします。 She ほにゃらら a tennis player too。 テニスを見た瞬間プレイ、さっきの3番出てきたね、プレイって書いちゃった人はちょっとドツボに、落とし穴にはまりましたよ。She play a tennis player。 ん？ちょっと待って、ちょっと待って。A tennis player って何？テニス選手だよね。彼女はテニス選手をプレイします。ん？なんかゲームだったらありえなくもないけど、ちょっと変だね。テニスをしますにしたいので、日本語見るとテニスをしますだから、テニスをするにしたい。しかし、日本語見るとテニスをしますだから、彼女はテニスをしますにしたいんだけど、シー、ほにゃらら、あ、テニスプレイヤー、もうテニスプレイヤーってここで言ってるんだよね。ってことはどうしたらいいかっていうと、ちょっと日本語を変えてあげると、彼女もテニスをします。ってことは、つまり彼女もテニスプレイヤーですって言いたいんだね。彼女イコール、あ、テニスプレイヤー。って言いたいんだ。ってことはイコールにしたいときは、そうだね、2番と一緒で B 動詞使ってあげたらいいんだ。 C の B 動詞はそう、is だったね。 C is a tennis player。 これでテニスプレイヤーが C、 主語はもちろん C、 彼女だよね。ってことは S イコール C の文成り立ってる。 C イコール a tennis player、 彼女はテニスプレイヤーです。 to は持って意味だったね。この to はもって意味だったので、彼女もテニスプレイヤーです。これが直訳。まあ、つまり彼女もテニスをしますってことだね。ちょっと日本語と合わないけれども、英語ではこういう表現もしますと。こういう問題でした。6番。私は彼女と昼食を食べます。I ほにゃららランチ with her。これはもう H が印刷されているってことは H で始まるんだ。これちょっと特殊です。ランチの時は、動詞2種類使います。1個はまあ食べる。そのままだね。eat。それからもう1個。あのね、持っているっていうのが実は食べるっていう意味もあるんだ。日本語にするとね。I have lunch with her。ランチの時、あるいはディナー、ブレックファストの時は have で、食べるっていう意味を表すことができます。なので今回は h で始まってるから、I have lunch with her が正解。8番。私はピアノを弾きます。I ほにゃらら the piano。もうこれは単純に play ですね。I play the piano が正解。8番。私は日曜日に東京ディズニーランドに行きます。これちょっとごめん。下切れちゃってるけれども。ちょっと待ってね。
はい、ちょっと手書きで付け足しました。私は日曜日に東京ディズニーランドに行きます。I ほにゃらら to 東京ディズニーリゾート on Sundays。行くを言いたいなね。行くを英語にしたいので答えは、そう、go が正解。I go to 東京ディズニーリゾート。私は東京ディズニーリゾートへ行きます。この to はほにゃららへ、あるいはほにゃららにと、方向を表す前置詞ってやつだね。I go to 東京ディズニーリゾート on Sundays 日曜日に。これ複数形になってるってことは、一日だけじゃないんだね。毎週末ぐらいの勢いで行くってことだね。いろんなサンデーズに行ってる。リッチだね。年パス持ってんだね、きっと。これが答えになります。